豪雨災害、特定非常災害に指定、10兆円の予備費も活用、安倍首相が表明。本日、安倍首相が熊本県の被災地を訪れた後、政府の非常災害対策本部に出席し、次のような発言をいたしました。現地では雨が降り続き、新たな被害への警戒が必要な状況が今なお続いている。 応急災害対策はもちろんのこと、被災者の生活支援に全力を挙げなければならないとの思いを新たにしたところだ。避難所では体温の測定や避難者同士の間隔の確保、パーティションの利用など、避難者の健康を守るための工夫がなされている。引き続き感染症対策をしっかり行うためのプッシュ型支援など、刻々と変化する 現場のニーズを拾い上げ、速やかに対応してもらいたい当面の対策としてプッシュ型支援をさらに強化するため明日、予備費の支出を閣議決定する住まいの確保や廃棄物土砂の処理そして農林業業者や中小小規模事業者の事業再開に向けて一刻も早く。 手を打たなななければならないまた明日豪雨災害の一連の被災地について特定非常災害に指定するため閣議決定を行うと明らかにいたしましたこの災害に対しては今年度の予算の予備費などを活用し4000億円を超える財源を確保し対策が講じられることになりますが この熊本の熊川の氾濫においては、1000億円ほどでダムが完成する予定であったものが、民主党政権の建設中止によって、ダムが完成せず放置されており、このような水害が発生、大きな被害につながってしまっております。こういった 熊本などの被害に対応するため、4000億円以上が今回必要になってしまっておりますが、明らかにダムを建設した方が被害を防げますし、コストも安上がりだという事実もございます。また、この COVID-19 の影響が続く中でのこのような災害は、 これまでの災害とは違った形で新たな対策が必要となりますので、日本政府には来年度の予算案にも必要な予備費を計上していただき、国内における災害対策と災害からの復旧、復興に全力を挙げていただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。